皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、味付けはめんつゆだけなのにむちゃくちゃ美味しくて、うまみの広がる菜の花とウインナーのふわとろ卵とじの作り方を紹介させていただきます。ほんとね、菜の花は煮込む前にあることを行ってから煮ると本来の甘みも引き立ち、美味しさアップします。そこにね、ウインナーからにじみ出た旨味をぐっと吸い込ませて、卵でふわっと閉じるだけなんで、もう超簡単で失敗知らずです。なんだって味付けはめんつゆだけですからね。これが手軽でね、めちゃくちゃ美味しいので、ぜひ一回作ってみてください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちら菜の花1パック、だいたい人差し指ぐらいの長さのものが20本前後。はい、こちらちょっと旨味を加えたいので、今回ウインナー5本使います。まあ、もしくはね、ハーフカットのベーコン1パックとかでも。はい、味付けは超簡単。2倍濃縮のめんつゆ 100cc にお水を 200cc 足して伸ばした状態のものね。今回はミツカンさんの追いがつおつゆ2倍濃縮タイプのものを使ってますが、お好きな2倍濃縮のめんつゆで問題ないと思います。卵が2つ。材料は以上です。まずは菜の花、きれいに洗っていただいて、食べやすい長さにも適当に切っておいてください。そうですね、今回半分ぐらいで OK ですわ。こんな感じで適当にまあ切り分けちゃいます。この葉っぱもね、このつぼみの部分も全部使います。お次はウインナー、これはもう適当に食べやすい大きさにコロッと切っちゃいましょう。こんな感じで乱切りにしておきますか。このウインナーから美味しさがにじみ出るんで、はい、こんな感じでとりあえず食べやすい大きさに全て切り分ける。そうですね、乱切りのやり方がよくわからないっていう方もいるので一回説明しておきます。まずね、食材を斜めにズボッと切り落とします。そしてこの切った切り口、これをね、上に向けてください。そしてさらに、はい、こんな感じでコロッと切り分ける。そしたらまた切り口を上に向ける。これの繰り返しですね。そしたらもう簡単に乱切りできちゃうんで、ぜひ覚えておいてください。はい、まずね、適当な大きさのお鍋を用意して、油を少しなじませてください。今回ごま油使いますね。風味が良くなるんでおすすめ。そして中火で全体的に温める。お鍋が温まったら菜の花入れてください。まずはじめに軽く菜の花を炒めます。その後煮込んでいくとマジで美味しくなるんで、全体的に混ぜながら、この菜の花の葉っぱがねしなっとしてくるぐらいまでで OK なので、まあ1分ぐらいかな、混ぜながら炒めてください。はい、こんなもんですね。葉っぱがちょっとしなしなっとしてきたら OK。 ここへ伸ばしためんつゆ入れます。はい、ウインナーも入れてください。はい、そして全体的に混ぜて、いい感じに菜の花とウインナーを広げる。はい、そしたらこのままね、ちょっと煮立たせてください。はい、全体的に煮立ってきたら火力調節、弱火にしてください。そうですね、表面がうっすらとポコポコポコっと煮立つぐらいの弱火に調節していただいて、あんまりね、火を入れすぎると菜の花ぐにょぐにょになっちゃうので、まあ2分から3分様子を見ながら煮込んでください。そうするとウインナーからもね、美味しい味が広がり、菜の花にぐっと吸収されるので、お好みで2、3分煮込みます。はい、そして卵は溶き卵にしておいてください。この煮込んでいる間にね、もう今から使いますよっていう直前に溶き卵にする。そうすると卵ね、ふわっとコシのある状態に仕上がるんで、卵は煮込んでる間に溶き卵にしておいてください。はいよー、様子を見ながら2、3分煮込んで、菜の花にも火が通ったら、溶き卵を全体的に回し入れてください。はい、こんな感じね。よいしょー。そして、このまま弱火で10秒ほど煮て、ある程度卵に火が通ってきたら、火を止めてください。そして蓋をする。はい、このまま余熱でちょっと蒸らして、で卵にふわっとね、いい感じの半熟状に火を通していきます。だいたいね、2、3分置いとくと火が通ると思います。
はいよー、こんな感じね。蓋して2、3分蒸らしたら、いい感じに卵もふわっと固まるので完成。じゃあ盛り付けちゃいましょう。はい、完成しました。ほんと味付けはめんつゆだけで超簡単。菜の花とウインナーのふわっととろ卵とじ、これがね、体も温まりますし、ウインナーの旨味が広がり、むちゃくちゃ菜の花美味しく食べれるんで、ぜひ一回作ってみてください。それでは今日もポーいただきます。うん、普通にうまい。やっぱめんつゆって万能やな。うん、いや、この菜の花のほろ苦い感じにウインナーからにじみ出た美味しさがぐっと吸収されてめちゃくちゃ美味しい。うん、ほんと卵で閉じてるんでふわっと優しい感じでね、これなんぼでもいける。うまいわ。この菜の花の葉っぱの部分は柔らかく、このつぼみのね、茎のところはまだシャキシャキっとしていてめちゃくちゃ美味しい。うん、ほんとね、めんつゆだけで作った煮汁ですけど、めちゃくちゃ美味しいんでね、この煮汁まで飲み干してください。最高やわ。これ止まらん。今回はね、ウインナーで美味しさをプラスしましたけど、もちろんベーコンでも OK ですし、ツナ缶とかね、サバ缶とかでも同じように作るだけでむちゃくちゃ美味しくなるんで、いろんなバージョンで試してみて、しかもこの菜の花のほろ苦い感じが美味しすぎるんで完全に飲めるやつやわ。うん、早速飲もう。はい、ということで今日も乾杯。あー、うまい。めちゃくちゃビールに合う。この菜の花のいい感じのほろ苦さ、まさに大人の味。そしてウインナーの旨味もあるんでね、ガンガンいけちゃうわ。うん、おいしい。あー、今回のように菜の花ね、油でさっと炒めてから煮込むとマジで美味しさが引き立つんで、ぜひやってみてください。菜の花本来の甘みも感じられ、ほろ苦さとウインナーの旨味が見事に融合してる。うん、これなんぼでもいけるわ。なんかご飯にかけて丼にしてもうまいかもしれん。ウインナー菜の花卵とじ丼、ええんちゃうこれ。ほんとね、寒い日は水溶き片栗粉とか加えてとろみをつけても美味しいと思いますんでね、ぜひ試してみてください。うますぎ。おまけ1、ビタミン A。 視力向上、菜の花に豊富に含まれるビタミン A は視覚機能を維持し、夜間視力を向上させるのに役立ちます。皮膚の健康、ビタミン A は皮膚の再生を促進し、健康的な肌を維持するのに寄与します。2、ビタミン C、免疫力のサポート。菜の花に含まれるビタミン C は免疫システムを強化し、体内の抵抗力を向上させます。抗酸化作用、ビタミン C は抗酸化作用を持ち、体内の酸化ストレスから細胞を守ります。3、葉酸、細胞分裂のサポート。菜の花の中に豊富に含まれる葉酸は、細胞分裂を促進し、新陳代謝をサポートします。胎児の発育、妊娠初期に葉酸を摂取することは、胎児の正常な神経管発育に重要です。